HDREC とは DVD フォーラムで作成されたハイビジョン映像を記録型 DVD に記録するための企画。HDDVD 向けに作成されたビデオ記録用アプリケーションフォーマットである HDDVD ビデオや HDDVDVR を使用して記録型 DVD に記録する企画である。DVD で従前採用されていたビデオ用。 アプリケーションフォーマットである DVD ビデオや DVDVR の企画では不可能だったハイビジョン映像の記録を可能にした。HDDVD に採用されている著作権保護機構に対応しており、著作権保護機構が必要なハイビジョン放送の録画にも対応している。DVD フォーラムで2007年9月に公式に承認された企画だが、 HDDVD ベースということで東芝のみが採用し、同社の HDDVD 撤退後も、同社の DVD レコーダーや BD レコーダーにのみ採用されていた。類似のフォーマットとして、ブルーレイディスクのアプリケーションフォーマットで、記録型 DVD に記録するアバクレックという企画が、ブルーレイディスクアソシエーションで策定されているが、アバクレックは、 アプリケーションフォーマットに、ブドブを使用しており HDVR を使用する HDREC とは再生互換性がない。なお、HDREC と異なり、a バ a c r e c は DVD に映像を記録する際に常に H264 で圧縮されるため、短時間の映像かつ最高画質モードだったとしても、無劣化での記録ができない。HDREC 対応機は年内発売。 DVD ダウンロードなども紹介。DVD フォーラム。日本コンファレンス開催。ファイルウェブ。2007年10月4日。西田宗近のランダマトラッキング東芝。片岡氏が語る。HD レックの死に分裂した。ハイビジョン DVD の行方。AV ウォッチ。2007年11月2日。軽水が切る。東芝。RDA301。開発者。片岡氏に聞く。 HD レックのメリット、ファイルウェブ、2007年10月31日東芝の、新 HD、DVD、HDD レコーダー、RDA301 が14日、販売開始、アボアッチ、2007年12月14日、ハードディスク &DVD レコーダー、バルディア新商品の発売について、東芝プレスリリース、2008年5月15日、 くっきり高精細技術、図度搭載のハードディスク &DVD レコーダー、バルディアの新商品発売について、東芝プレスリリース、2008年9月18日。業界で初めて外付け USB ハードディスクの増設に対応した、ハイビジョンレコーダー、バルディアの発売について、東芝プレスリリース、2009年8月6日、ブルーレイディスクレコーダー。 バルディアの発売について、東芝プレスリリース、2010年1月14日、3D 対応のブルーレイディスクレコーダー。レグザブルーレイの発売について、東芝プレスリリース、2010年7月28日、レグザハイビジョンレコーダーの発売について、東芝プレスリリース、2010年8月19日、録画機能などの基本性能を大幅に向上させた、ブルーレイディスクレコーダー。 レグザブルーレイの発売について、東芝プレスリリース、2011年4月20日時、で維放送6チャンネル分を15日分録画して一時、保管するレグザブルーレイ、レグザサーバー DBRM190 他の発売について、東芝プレスリリース、2011年10月3日、ありがとうございます。